オルックスは、双子座ベータ星。双子座で最も明るい恒星で、全天21の一等星の一つ。冬のダイヤモンドを形成する恒星の一つでもある。君の橙色をした巨星。アルファ星のカストルと共に、双子座の兄弟の頭に見立てられている。バイエルフ号は、ティコブラーへの星表に基づいて、死闘級が明るいものから、アルファベータと命名されているが、 双子座の場合は、カストルとポルックスの両方が一等級とされており、カストルがアルファ星、ポルックスがベータ星とされている。太陽の8倍の半径、37倍の高度、2倍弱の質量を備える。虚勢の中では、高度が小さく静音で安定した天体として知られる。平均的な虚勢と比べると高度は5から6割程度しかない。 2002年から2010年にかけて行われた観測では変更は見つからず、有効温度は2ケルビンの範囲内で一定に保たれていた。虚勢に変化する前は A 型主系列性だったと考えられている。また、時速密度1が薄い以下の弱い磁場が存在する。2002年4月に小惑星パンドラによる生殖の観測が期待されたが、天候不順のため観測されなかった。学名は、 ベータ・ゼマナロム。型有名のポルックスは、ギリシャ神話に登場する、双子の弟、ポリュデウケースにちなんで名付けられている。母親はレーダーで、姉妹に、トロイ戦争で有名なヘルネート、クルタイム・ニエストラーがいる。2016年6月30日、国際天文学連合の構成の固有名に関する、ワーキンググループは、ポルックスを、双子座ベータ製の固有名として、 正式に承認した。岐阜県伊比郡では、この二つの構成の色から、ポルックスを金星、カストルを銀星と呼んでいたという記録が残る。2006年6月には、木星の1.5倍程度の質量を持つ惑星が発見され、ポルックス B と命名された。この惑星は2015年に国際天文学連合によって行われた太陽系外惑星の固有名の公募と、 投票によって、セスチャスと名付けられた。ありがとうございます。